絵コンテみたいなものを見させてもらって、これは僕だなって思いましたよ。何でもない日々とか何でもない毎日って幸せで、かけがえのない時間で、でもそれって忘れがちで、だからこそあの愛の日という楽曲は、ね、何気ない日々何でもない毎日をこう愛せるように、温かいぬくもりみたいなものを描きたかった。食卓だったりとか家族のぬくもりだったりとかっていうところを、僕はまさにこう楽曲で伝えてきているミュージシャンなので、変わらないもの、普遍的な愛みたいなものを歌いたかったので、その中でこう出てきたフレーズ愛の日っていうのは自分の中でもこうしっくりきたし、気に入ってる部分ですね。やっぱり IH は掃除がしやすかったりとか、かつ僕が今もう2歳になる子供がいるんですけど、ママが料理してる時とかってキッチンに行くんですよ。その時にやっぱり炎がない IH っていうのは安全ですし、安心感があるので、そこがやっぱり一番の魅力なのかなと。今なら豪華製品がもらえるチャンスです。ぜひご応募ください。ラクキングリル。